ステルスネットとは、シェールネットワークを用いて、ファイル共有を可能とする、P2P 型ファイル共有ソフトウェアである。開発言語は C であり、動作には、ネットフレームワーク2.0以上が必要。数多くのプラットフォームで動作することができる。オープンソースで開発されていたが、現在は終了している。シェールクライアントは直接接続を決して行わない。 ファイル転送はいくつかのノードを中継して行われる。送信者と受信者の IP アドレスは取得され、代わりにシェール ID が使用される。また、シェール ID から IP へ変換することは不可能であり、シェールのノード間でやり取りされるデータは暗号化されている。シェール ID は ISP であっても解析することはできないとされている。2014年12月の時点では、 ステルスネットの通信内容の秘匿性やファイル、提供者の匿名性を脅かす解析ソフトや、クローラなどは公開されていない。2010年2月には、ダウンロードソフト板の利用者によって、0.8、7.3を元にした、非公式日本語版が作られた。また、その後のアップデートで公式版とは違う仕様を一部、持っている。ありがとうございます。